福島ユナイテッド FC です。さあ選手が入場してきました。2022明治安田生命 J3 リーグ第27節、今日は声出し応援の適用試合ですから声も聞こえます。ここ長良川競技場、今前半のホイッスルが吹かれました。ここにはヌドカ、そしてヌドカにまた戻ってくる、中に切り込んでくる、シュート、先制は岐阜藤岡。3試合連続のゴールとなりました。藤岡サイドから崩していって速いパス、それに反応したのは藤岡でした。このシーンです。オーブはファーサイドにいます。189センチ、前に出てくる、そのオーブ東のシュート、桐畑、そして樋口、ここは樋口落ち着いて決めました。同点。樋口の今シーズン2ゴール目、これで同点に追いつきます福島。さあ今度は岐阜のチャンス、藤岡ボールを奪いました。ボールを取って久保田へ、久保田のシュート、これはわずかに枠の左。対応するのはムドカ、一旦ボールを戻す。ドーハナから中央へ、モローカ右足のシュート、桐畑なんとか手を伸ばしてセーブ。さあプレー続いています。吉浜から藤岡へ、藤岡エリア内、もう一度松本、ボールがこぼれている、押し込んで、オイジ、ここからクロスを上げてくるか、細かいパス回し、クロスボール、シュート、さあここで右サイド取ったのは田中、呼んでいる森、外からヘディングシュート、右足、最後は森でした。その長野にボールが回った、エリア内、一旦外へというところ、クロスボール、長野のシュート、もう一度シュート、ここは止めました、桐畑、これはそのまま流れました。ここで長い笛、1対1の引き分け。